今日はクイズから始めちゃうわよ。ここに映っている人たちなんだけど、何をしているかわかるかしら。テレビの前の皆さんも考えてみてね。答えは15秒後。お待たせ。正解は機密検査。機密検査っていうのは、この大きなタンクの中の空気が漏れていないかを確認する作業なの。作業をしている人が手に持っているピンク色の液体は発泡液といって、工業用に作られた石鹸水なんです。実際に空気が漏れているとどんな反応があるのかしら。この方に聞いてみましょう。普通の大きさ その漏れであれば、すぐ塗布した瞬間にブクブク言い出して、本当に小さい漏れであれば1秒間に1個ブクブクって出ていくようなものもあります。へえ、石鹸水でこんなことが調べられるなんて驚きだわ。それにしてもこんな高いところで作業しているのね。実はこの大きなタンクがある場所は八戸 LNG ターミナルといって、 LNG 液化天然ガスをオーストラリアなどから輸入する一時基地となります。タンクは輸入した LNG を貯蔵しておくためのものです。現在は工事や検査が行われていて、進捗率はおよそ 80%。 2015年4月の運転開始に向けて着々と準備が進められています。お疲れ様です。こんにちは。11月30日にはタンクの耐圧を確かめるための注水試験が始まりました。空っぽの大きなタンクにはわずか10日間でこの通り、たくさんの水が注入されました。この水は24時間体制でおよそ3週間かけて24メートルの高さまで入れられていきます。うわー、滝のように水が流れてるわ。ところでこのタンクには LNG が入るって言ってたけど、 LNG って一体どんなものなの？ LNG は天然ガスをマイナス162度まで冷却し液化させた無色透明な液体。皆さん、この実験どこかで見たことありませんか？もろくなってますね。こんな感じで。いやー、きれいなお花を粉々にしちゃうなんて。あ、 LNG って、もしかして。大丈夫。LNG は有害なものではありません。プロパンガスとも呼ばれる LPG は空気より重いため低い場所にたまりますが、 LNG は違います。水の中に入れたりタオルにかけたりしたときに、周りの熱を奪って、瞬時に蒸発してしまいます。天然ガスというのは空気より軽い性質がありますので、どん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 上に蒸発して安全だと言われるのがその点になります。また石油や石炭に比べ二酸化炭素の排出量が少ないことも特徴の一つです。へー、 LNG って環境に優しいエネルギーなのね。なんだか LNG のこともっと知りたくなってきちゃった。私たちの暮らしに欠かせないガス、ここがそのガスを LNG 液化天然ガスとして輸入する一時基地となり、八戸の未来を担おうとしています。今回は完成まで1年余りとなった LNG ターミナルの内部を覗いてみましょう。先ほど滝のように水が入れられていましたが、実はその注水試験の前に JX 日光日赤エネルギーの鈴木さんに LNG タンクを案内してもらいました。
今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。これからこのタンクにはたくさんの水が入れられるそうですね。はい、水を入れましてタンクの耐圧テストを行います。水を入れる前にタンクの中に入る最後のチャンスですので今から行ってみましょうか。はい、お願いします、はい、行ってきます。あ、タンクの中に入れるなんて羨ましい。あら、入り口まで階段を使って上がっていくみたいね。畑山さん頑張って。私があの先に行って待ってます。作業をするための入り口から鈴木さんに続いて入ると、そこはうわー、少し暗いけど広いのがよくわかるわ。下へと続く階段を降りていくと、その広さをさらに実感することができます。皆さん、私どこにいるか分かりますか？ここですよ、ここ。上から見ると畑山さん米粒みたいに見えるわね。このタンクどれだけ大きいのかしら？このタンクはですね、高さが50メーター、直径が約80メーターあります。この大きなタンクにはどれぐらいの液化天然ガスが収容できるんですか？はい、LNG が14万キロリットル収容できます。で、14万キロリットルという数字なんですけれども、一般家庭23万世帯が約1年間使える LNG の量になります。そしてオーストラリアから輸入される LNG を積んだタンカーが着くのがこの外交船桟橋です。長さは330メートルもあります。想像してみて、東京タワーと同じくらいの大きさなのよ。すごい。 LNG は私たちの元へどのようにして運ばれるのでしょうか。中村さんにお話を伺います。ターミナルに来た LNG は一旦、大型の14万キロリットルタンク2基に入って、そこから3つの方法で、出荷がされます。3つ、はい、はい。1つは LNG を温めてガスに戻してですね、それを、ガス導管パイプラインで八戸市内の、お客様に供給をします。近隣の火力発電所様ですとか、都市ガス会社様、その他工業、企業さんの工業向けに、供給するのが1つです。ちなみにパイプラインのルートはこんな感じ。それから2つ目は、LNG の冷たい液体のまま LNG ローリー、タンクローリー車ですね、12レーンありまして、12台に同時に積み込みができるというのは日本でも非常にローリーの出荷の、レーン数としては多いのが特徴です。これに積み込んで、北東北3県、青森、岩手、秋田、の、お客様に、供給をさせていただきます。それから3つ目最後が、LNG の船タンカーで、の出荷になります。小型の、内航用の LNG タンカーに積み替えて、LNG を北海道の釧路に、今同じように弊社が作っている LNG ターミナルに、出荷をする、そういう計画があります。 LNG ターミナル内にはこんな設備もあります。これは液体の天然ガスを気体に戻す LNG 気化機と呼ばれるもの。その液体から気体にする際に生じる冷熱を利用しようと取り組んでいる食品総合研究所を訪ねました。松原さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これからどのような実験を行うんですか？これからですね、いわゆるその LNG 冷熱を使って熱交換してエタノールブラインというものをマイナス80度まで、温度を下げたことを想定してサバを冷凍する試験をしてみたいと思います。じゃあ入れてみたいと思います。はい、今ちょうどマイナス、あ、やっとできましたね。冷凍したサバっていうのはアニサキスっていう寄生虫、それからヒスタミンっていうそのいわゆる痒くなったりする原因物質っていうものは出てきませんので、美味しくサバの刺身を食べることができるはずです。もうカチカチの状態。もう簡単ですね。あ、
さん。もう音が違います。カンカンです。これだけ早くあの凍結させて、いい状態で冷凍保管して、いい状態で解凍させてやると、このサバは解凍した後でも刺身で食べることができます。そうなんだ。LNG の冷熱を利用して急速冷凍した八戸前沖サバのお刺身、世界中の人に食べてもらえる日も遠くなさそうね。サバを冷凍するには LNG を使うのがとても効果的であるということは明らかになったわけなんですが、それを大量に行うためにはどうすればいいのかという研究が進んでいくんじゃないかなというふうに考えています。LNG の冷熱研究は水産加工場や工場が多い八戸ならではの産業創出につながるものと期待されています。頑張って。それじゃあ LNG ターミナルに戻るわよ。この鉄塔のようなものはフレアスタックという設備で、基地内の余分なガスを燃焼させる際に先端から少し炎が上がります。試運転が始まる2015年の1月頃はおよそ10メートルの炎が上がるそうよ。運が良ければ高い場所から見られるかもしれないわね。再来年に向けて着々と準備が進む八戸 LNG ターミナルについて松田社長にお話を伺います。 LNG ターミナルなんですが、東北では仙台北、ありませんでした。ですから八戸にですね、 LNG ターミナルを建設することによって、青森、それから秋田、岩手、この北東北3県に LNG、天然ガスを供給されるからという意味合いで、こちらにターミナルを建設しました。では八戸港の未来についてはどのようにお考えですか？そうですね、天然ガスのですね、こういうインフラが、出来上がりますので、この天然ガスを使って、LNG をですね、使った企業がですね、これからどんどん進出することによって発展していくんじゃないかなと。また港にここにインフラができることによって産業も含めた起爆剤なんじゃないかなと思っています。北東北最大の工業地帯八戸に LNG の輸入基地ができることで、エネルギーの選択肢が広がり、八戸港、そして八戸の産業のさらなる発展が期待できそうですね。次回は江戸時代の八戸の港をクローズアップ。港の歴史を紐解きながら水産業の未来を考えます。